はいどうも皆さんこんにちは。ということで、今回は、キロー様からご提供いただきました、J40 というイヤホンをレビューしていきたいなと思います。今ね現在開封の絵を、ね、見せていると思うんですけども、多分この開封動画ねちょっとねいい感じに音がね割れていたということでちょっとね音量問題がいろいろあったのでちょっとね今回は後付けになってしまうんですがやっていきたいと思います。開封の方をですね、最初に入ってたのが、まあ、今もう流れちゃったんですけど、まあ、イヤホンがもう埋まってるって感じで、中に入ってたのが、今見せた紙、まあ、説明書ですね、説明書とポーチ。そのポーチの中には、予備の、 耳につけるあのカナルがついてます。カナルでいいのかな、うん、がついてます。で、まあ、本体が残り入ってるって感じですね。はい。内容物は大体こんな感じで、まあ、イヤホンには、まあ、止める用のマジックテープがついております。はい、って感じですね。で、で線の長さは約1メートルです。まあ、自分がね、自分の手が手というか自分のね両手を広げた時の大きさがねを基準とかにしてるんで、まあ、そこまで詳しい値ではないと思うんですけど大体そんぐらいでした。はい。で、まあ、次の場面に行きますね。はい。ということでですね。先ほどとね、ちょっと映像の画質が変わったのは多分 iPhone に変わったからです。まあ今回、その提供もいただいたね、この JA40 のこのイヤホン、使ってみました。使ってみたところですね。まあ私に付属機能の説明をしないといけなかったことを忘れてました。はい。付属機能の説明をします。ですね、こちら。今んとこ見ると、ここ。これですね。こいつ。の、若干この辺にボタンが見えますかね。この辺、ボタン。これ。こいつを、まあ、押すと、まあ、こういう風にね、見えるかな。1回押しで再生、2回押しで停止。1回押しで停止、再生。で、電話に出る、電話を切る。で、3回押しで早送り。で、2回押しで早送り、3回押しで巻き戻し。となっております。まず巻き戻しっていうのは、まず、なんか、例えば曲を1個前に戻したりとかもできます。で、早送りも、曲を1個先の、1個、ね、なんていうかな、1個飛ばして、今の曲を、の次の曲に行けたりとかするみたいな機能ですね。はい、っていう機能が、あります。まあ、で、まあ、で、これからね、まあ、レビューに移っていくんですけど、まあね、この、まあ、前提として、このイヤホンは、低音が強いということを、まず自分は、まあ、事前のリサーチとかね、知ってたので、まあ、低音をね、メインで聞いてみたんですよ、自分は。まあ、とか、普通の動画とかも見ながらね、ちょっとや聞いてみたりとかしたんですよ、結局。まあ、一応ゲームとかでは使ってないんで、なんとも言い難いんですけども、まあ、後日ね、ゲームの動画もね、ゲームやこれつけてゲームやってる動画も上げてみたいなと思ってます。で、まあ、とりあえずですね、こいつ。まあ、普通にね、良かったです。つけ心地もすごくいいですね。自分もね、日頃カナル型イヤホンでつけないんですよ。まあ理由なんでかっていうと、自分の耳がね、ちょっとね、形がね、あれとか、そういうあれでね、まあ、結構耳に入りにくくて止まんないんですよ、結構。もうすぐ抜けちゃうみたいな感じだったんですけど、これね、結構ね、抜けません。まあ大体ね、30分に1回ぐらい差し直せば全然大丈夫みたいな感じだったんで、まあ普通にカナル型イヤホンとしては十分だと思います。で、注意書きの中に90分に1回ぐらいは外せと書いてあったので、外してくださいと書いてあったんで、まあ外せば十分だと思います。はい、って感じ。で、低音が、いいということで、低音を聞いたという感じなんですけど、結果的に言うと、非常に良かった。なんかね、音に重さがありましたね。なんか低音になんか、なんていうかな、その一層低音に迫力が出たって感じで、まあ、良かったと思います。非常に。非常に良かったと思います。で、他のね、まあ日頃自分が使ってるのが iPhone のイヤホンを使ってるんですよ、自分。で、その iPhone のイヤホンと比べても、まあ低音だけは明らかに違うなって感じはします。で、それプラス一つあって、普通の音がね、そこまで良くないとか聞いたことも、なんか若干書いてあったりとかするんですよ。まあいろんなとこ見たんでね、一応。なんですけど、個人的にはそこまでそれを感じませんでした。まあ通常の音も全然なんか、まあ、ちゃんと波以上ぐらいはちゃんとあるかなって感じはしました。なので、まあ普通に動画見る分でも全然なんかね、耳も疲れませんし、このタイプ、カナル型だとね。なんでね、非常におすすめとなっております。
まあ、個人的には95点ぐらいだと思います。この5点はね、いつか、もっとすごいね、G50 とか出た時用に5点は残しておきたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まあ、このイヤホンを提供いただきました企業様ありがとうございました。ということで、さよなら。